えす、今回は昨日モンストで起きたとある不具合について取り上げていき、自分の思ったことを話していこうかなというふうに思います。パズドラだとね、よく物申してる僕ですけれども、モンストでね、ちょっとこういう話をするってのはほぼ初めてだと思うんで、どういう反響があるかちょっとわかんないんですけれどもね、素直にね、思ったことを言うので、あくまで個人的な意見として、聞いていただければというふうに思います。はい、ということで、まず公式のツイートですね、こちらになります。お知らせ、特定のクエストをプレイ中にアプリを終了し、再度アプリを起動してプレイしようとすると、アプリが操作できなくなる不具合を確認しております。まずこの特定のクエストというのが現状報告されている中だと、霊術アジテーター、そして、庭園ですね。で、あと未開で起きたっていう人も、見かけました。で、これらで、クエスト潜入中にタスク起動してもう一回挑戦しようとすると、ゲームが進行しなくなってしまうという現象が起きているということですね。で、特にこれらのクエストっていうのは適性が狭い高難易度ということもあって、途中休憩を挟んだりして、で再開しようと思ったらこの不具合を食らったとか、あとは、多分推奨はされてないと思うんですけれども、マルチで募集した後タスクキルして、でソロで切り替えてプレイするっていう、いわゆるキャラ化しとかキャラパクって呼ばれる行為であったりとか、そういった、なんて言うんでしょう、高難易度ならではの、振る舞いありきで発見された不具合みたいなところが多分あるのかなっていうふうに思います。で、中でも特に問題になっているのが連勝ボーナスですね。霊術は連勝ボーナスというものがありますから、自分の意図しない形での敗北によって強制的に連勝数が途切れてしまうっていうのが、非常に厄介で、アジテーター連勝中だったのにこれのせいで途切れたとか、あと1回ボーナス込みで運極だったのにそれができなかったとかね、あとはこのバグがあると安心してタイムシフトをプレイできないといった、そういう不満が今相次いでいるというところになっています。そして何よりこの次ですね、本不具合は9月に実施予定のバージョン 28.2 アップデートで対応予定です。この度はご迷惑をおかけし申し訳ございません。この不具合が報告されたのが、昨日8月16日なので、9月ということは、最速でもあと2週間は対応しませんよと、不具合があるまま放置しますよという宣言っていうことになりますよね。ここが多分びっくりした人がかなり多かったんじゃないかなというふうに思いますね。で、リプとか引用でもね、このゲームの進行に関わる不具合っていうのを、9月まで放置っていうのはさすがにやばいだろうっていう、そういった声がかなり多く見られましたね。はい、ということで、じゃあここからね、僕の個人的な考えを話していくんですけれども、まずその皆さんの反応とかを伺っていると、確かに今回のことは大きく問題視される出来事ではあるんだけれども、そもそも昔からモンスト運営は、ユーザーに有利なバグはすぐ直すくせに、こういったユーザーに不利なバグは放置しがちだから、今に始まったことじゃないみたいだね。とか、あとそもそも他にも細かい不具合を起こしまくってるから、今に始まったことじゃないよっていうような、そういう声が結構散見されたんですよ。で、それは、モンスト運営を長らく見てきたことによる積み重ねで、そういったイメージをね、抱かれているっていうことだと思うんだけど、それに対して僕は、そもそもモンスト歴まだ9ヶ月なので、過去にあった出来事っていうのは全然わかんないんですよね。で、この9ヶ月っていうのは、そのモンストを通じて出会うものが、本当にすべて僕にとって新鮮で、楽しいもので、最高の時間だったんですよ。だから、多少の不具合があったところで、ほとんど気にしなかったし、むしろそれに対しての、運営の誠実な対応っていうのもたくさん見てきたから、それに対して強い怒りとか悲しみを抱くっていうようなこともなかったんですよね。ただそれが、結構その人によってはね、何に対しても肯定的に捉える、モンスト全肯定ボットみたいな風に思われてるっぽくて、で、かつそれに加えて、もともとここがね、そのパズドラの炎上事件だったりとか、あとはその僕の個人的なそのパズドラ運営に対する不満をね、発散することが多いチャンネルだったから、そのことが混ざり合って、本当にただひたすらパズドラ下げモンスト上げをするだけの人みたいに思われることがね、多かったんですよ。で、そう見られること自体は仕方ないと思うのね。はたから見てそう感じるのは当然だと思う。で、それになんかどうこう言いたいってわけじゃなくて、あくまで僕の意見としては、やっぱりどっちを上げたい下げたいっていう話じゃなくて、どっちに対してもただ自分が思ったことを素直に言うっていうことをしてきた結果、そうなったっていうだけなのね。
つまりモンストを意図的に上げるために褒めていたんじゃなくて、ガチで全部がよく見えていたんだよ。これがまあ盲目と言われればそうなのかもしんないけども、本気でそういう風に思ってたんだ。だから、まあ、この話をするっていうことを自分の中で決めた時に、まあ、結構なんて言うんだろう、気が引ける思いはあったんだけれども、まあでもそれを言わないってするのは、その自分が思ったことを素直に発信するっていう、まあその、このチャンネルの方針というか、まあポリシーに反するなって思ったから、まあこういうふうに話すっていうことを決めたんだよね。うん。で、その上で、まあさっきの話に戻ると、やっぱりその人によってはさ、本当に甚大な被害を被る不具合なわけじゃん、これって。特にアジデーターとかさ、その庭園を積極的にプレイする人っていうのは、まあおそらくかなりの上級者だと思うし、まあそれはモンスト運営にとっても、こう、なんていうのかな、その商業的な意味では良客である可能性がね、高いと思うんだよ。だから、それを9月まで放置する、放置というか、まあその運営からすれば対応するっていうふうに明言はしてるから、厳密には放置ではないかもしんないけども、まあでもその事態を把握していながら、9月まで何もしませんっていう、まあ宣言と捉えられるわけだから、それはユーザーからすれば放置じゃん。まあそれは不満が出て当然だと思うのね。もうふざけんなよ、今すぐ直せよっていう権利がユーザー側にはあると思います。だからそういった声っていうのは、運営側も真摯に受け止めなきゃいけないんだけど、ただ、それがわからない運営でもないともやっぱり思うのね。さっきも言ったけど、昔のことは僕わかんないけども、少なくとも、まあ、この9ヶ月間見てきた限りの運営っていうのは、すごく誠実さがあったように感じてるから、こういった我々の憤りを理解できていないとは考えにくいのね。わかった上で、でも9月ですっていうふうに言ってるように思うんだよ。うん。今すぐ直せるんだったら直すべきなのは絶対に間違いないです。これは、僕もツイッターで引用して、まあ、ちょっと怒ったんだけどさ、やっぱりこれはどう考えてもすぐに直すべきなんだよ。で、なんでそう思うかっていうと、これがね、例えば、その、イベントがつまんないとかさ、バランスが悪いとか、あとなんだろう、うん、ガチャが渋いとか、なんかそういう不満っていうのは、言ってしまえば、まだね、その個人の好みの範疇だと思うのね。俺はこのイベント好きじゃないなとかさ、この売り方いやらしいなとかっていうのは、それはもちろんそういった声がどんどんこう数が多くなってくれば問題視はされるけども、そういうのが好きな人もいるじゃんとかさ、考え方捉え方を変えることで楽しめるかもしんないよねっていう、まあそういう、なんていうの、その創意工夫の余地がまだある項目だとも思うのよ。だけど、そういったものとは違う。まともに遊ぶことに支障が出る不具合っていうのは、僕は許さないたちなんですよ。まともに遊べないとか、その、ゲームの内容と関係ない余計なことを気にしながらやんなきゃいけないとか、で、それは、プレイヤーが創意工夫を持って自由気ままに遊ぶ権利を奪う行為だから。それは個人の好みの範疇を超えてるじゃん。それはゲームとして一番あってはならないことなのね。だから怒ったの。モンストに対して滅多に怒らない俺が珍しく怒ったんだよ。だけど、さっきも言ったけど、それがわからない運営ではないだろうっていうことも信じてるのよ。で、その9月までかかってしまうのは、そのやっぱり原因の特定と修正にかかる工数、そして、被害を受けた人に対する補填の協議に時間がかかるから、まあ、9月っていうことにしてるんだと思う。思うっていうか、まあそう考えるしかないよね。だけど結果として不具合を直すまでにユーザーを待たせるっていうことを決めたわけでしょ。その間我々は不自由な思いをし続けなきゃいけないわけだ。不自由な思いをさせ続けるということを運営が決めたんだよね。だったらそれに対するアプローチはもっとしていくべきじゃない？そもそもまず情報が全然足りないよね。具体的にどこでその不具合が起きていて、どういった操作をしたらまずいのかとか、その修正されるまでの期間、我々にどういうふうに対応してほしいのかっていうことを早急に広くアナウンスするべき。今この動画撮影してる段階だと、まだこのさっきのツイートだけじゃない？公式も見たけども何も載ってなかったし、あとゲーム内お知らせにもそういった項目って載ってなかったんだよね。だからまずもっと広く周知させないといけないんじゃないかなっていうふうに思うよ。きっと運営にしかわかんない複雑な事情があるんだとは思うけども、それはほとんどのユーザーにとっては関係ないことだからね。
我々は楽しく快適にモンストを遊ぶっていうことしか考えてないんだからさ、全部感情論なんよ。でもその感情をないがしろにしたせいで信用を失って廃れていったゲームって世の中にたくさんあるからさ、だからモンストにはそういった風にはならないでほしいなっていう風に思いますね。ほとんどの人は分かってくれてると思うけど、一応言っとくね。俺運営のこと信じてるからこうやって言うんだよ。こんだけの不具合をさ、9月まで直しませんっていうのは、それはもう、全肯定ボットの俺からするとガチでショックだったの。あ、モンスト運営ってこんなこと言っちゃうんだっていう思いが、パーンって最初に出てきちゃって、結構パニックになりかけたのね。だけどさ、なんかこう、俺がその配信とかで、モンストこういう風になったらいいな、みたいな、そういう話をちょろって言ったら、なんかそれがすぐ実装されたとかさ、あとはその、元関係者だった人が動画見てくれてたみたいな、そういう情報とかをね、こう聞いたりして、まあそれ自体はまあうぬぼれだと思うんだけど、でもなんか嬉しかったのよ。だから信じたいなっていうふうに思うし、まあ、こうやってちゃんと話をすれば聞いてくれる運営なんじゃないかなっていうふうにも思ってるから、まあそのことはあの皆さんもね、分かっていただけたらいいなというふうに思ってますね。はい、っていう感じですかね。まあ、繰り返しますけども、あくまでまだ9ヶ月しか経っていない僕の個人的な見解ということですので、ね、ベテランの方々との、まあ、その、認識がずれている部分っていうのはあると思うから、そこはぜひコメントでね、ご指摘いただければいいかなというふうに思います。はい。ってことでよかったら皆さんの感想も教えてください。以上。